次はお前の気持ち無駄にはせんぞ。やった、ガル様が無事に逃げ切るまで死んでも倒産。脱出したのはいいけど、これからどうする？わしの師匠を訪ねてみる。師匠？旦那の師匠はよ、旦那が王さんになってから引退してひっそり暮らしているじいさんなんだろ。本当に頼りになるのか？何の心配もいらない。ゴッドフリードは雑多団最強の戦士なんだぜ。勝つ方法なんてあんのかよ。カーン師匠は博識な方だ。必ず良い知恵を貸してくださる。カーン師匠。引退してからグルメ三昧の日々を送っているわしじゃが、これほど貴重なものを食べたことはないな。そろそろか。感謝、ご無沙汰しております。ガルスです。ガルス、誰じゃっけ。わしは今忙しいんじゃ。無視無視。感謝、感謝ん。ああ、弟子のガルスか。そうか、フリードが帰っていたか。うめえ、うん、こんなうめえもの食ったことねえよ。感動だった。あんたたち何しに来たのかしらね。うん、おいしいじゃん。我が兄弟子フリードはザッタマンの手先、我々戦士族の敵になってしまいました。あめ、あー食った。師匠、そのような大人げない。おい小僧。あ、いや、野菜も食べなきゃあかん。うん。師匠、いずれこんな日が来ることは分かっておった。ふん。ゴッドフリードを王さんに選ばなかった理由と関係が？フリードはひたすらに力のみを追い求めておった。わしは予感していた、あやつが修羅の道を歩むことを。今一度伺おう、シオ。あなたはこの俺ではなくガルスを王さんにするつもりなのか？そうじゃ。戦士族の奥義を極め、ゴッドの称号を手にし、名実ともに最強の戦士となったこの俺が奴よりも劣っているというのか？お主は大事なことが分かっておらん。おいたか、シオ。戦士にとって大事なこと、それは力。力こそが全て。最強の戦士であるこの俺がその力を理解していないとは滑稽だ。なるほど、確かに戦士にとって力は必要。じゃが果たしてそれが全てかな？よかろう、もはやあなたには用はない。俺は山を降り、好きにするがよい。さらばだ老子カーン。とうに忘れていた記憶を夢に見るとはな。ゴッドフリード様。奴らの居所はつかめたか？いいえ、それよりアルたちを手引きしたこの者ですが、人質として使ってはどうでしょうか？必要ない。は？人質などという戦法は力なき者がすることだ。俺は最強の戦士、ゴッドフリード。歯向かう者は力でねじ伏せる。師匠、わしは勝ちたい。ゴッドフリードに勝つ力が欲しい。どうすれば力を、ゴッドフリードに勝つ力を得られるのですか？お教えください、師匠。師匠、このペリオンの近くに遺跡がある。遺跡？そこに答えがあるじゃろ。古い文献によるとな、大昔繁栄していた王国を魔界からやってきた悪魔たちが襲ったそうじゃ。王に仕えていた大戦士ギガールは悪魔たちと戦い、神聖なる武器を使って見事に撃退した。それ以来ギガールの伝説の武器と呼ばれ、国の宝として神殿に祀られたという。伝説の武器、その力を得ればゴッドフリードに勝てるのですか？使いこなせれば今より数段強くなれるはずじゃ。
ガルスがもっと強く。すげえ。待っていろ、ゴッドフリード。新たな力を得てねじ伏せてやる。ガルス。でもそれ伝説でしょ。本当にあるの？あかーん、臭いっぽ。あると思うぜ。こいつはメイプルアイランドで手に入れた遺跡の地図だ。おー、本物なのか。俺様の鑑定眼を見くびってもらっちゃあかーん。正真正銘本物だ。これがその神殿じゃないか。お、間違いない。多分ここにギガールの伝説の武器ってのが眠って。ブラウスルジー。確かめてみる価値はありそうだな。他に手がないんで仕方ないね。コレクションがまた増えるぜ。クシシシシ。よし、みんなで伝説の武器を取りに行こうぜ。おい、わしは必ず力を手に入れる。そしてゴッドフリードを倒す。ガルスよ、力だけを追い求めてはフリードと一緒だぞ。よし、行こう。見つけたぞ、ガルス。ゴッドフリード。最強の戦士後編。やっぱり男同士の戦いは熱いぜ。